皆さん野球楽しんでますか？アメージング監督のシュウです。今日はですね、朝から投手指名練習ということで、キャッチボールをしてきたんですけどね、その時に使ったグラブが、これなんですけれども、これ、2日前に、ピッチャーで使用しました。そして今日キャッチボールでも使用して、半日以上、もう夜なんで半日以上と、乾かして置いておいたんですけど、これのちょっと手入れをしようと思います。手入れといっても、使ってすぐにこういうブタ毛ブラシで磨いてというか、汚れを落とす、砂を落とすような感じですね。クリーナーとかを使う、もちろん細かい汚れとかはあるんでしょうけど、クリーナーとかを使うわけではなくて、こういう砂を、簡単に白い砂が落ちるような感じ、雨で使ったりはしないので、そういうような感じでこれぐらい汚れを落としてあります。で、いろんなとこ、紐の切れがないかとか、皮の破れがないかとかをチェックして、それでオイルを入れるという捕獲作業に入るという形で自分はやっています。で、今回なんですけど、この指の股の部分とかですね、ちょっとあんまり見えないから、この辺とかちょっと、擦れてるところがあるんで、そこを手入れをちょっとしたいなと思います。それぐらいでするのかどうかは、人それぞれかなと思うんですけど、ちょっと自分はしようかなと思ってます。このグラブは今まで、これ和牛軟式なんですけども、今までリキッドオイルを全体に入れるという手入れをしてきたんですけど、もうだいぶ、軟式用ということで、かなり早く皮の方は、動くようにはなってきたんで、あんまりオイルを浸透させるところまではいいかなというような感じがしてきたんで、これは、このグラブワックスを、手に取ってこういう擦れたとこに塗っていくというような感じで、これ自分としてはあんまりグリップ力ということはあんまり重視してないんで、補給面に一通り塗ったりとかそういうことはしないようにしてます。なんで擦れたところに塗るような感じでやってます。こんな感じであるんで、これを指に取って、べっとり取れるわけではないんで、こんな感じで、もう本当に全然取れてないような感じなんですけど、ちょっと、体温で温まって浸透しやすくなるっていうことらしいんですけど、ちょっとあんまり感じないんですけどね。というわけで、塗ってみます。この間ですね、こちらから見ると擦れの部分に色が入ってというか、色が戻ってるとか、そんなことはないんでしょうけど、かさついたところが治ってるような感じ。これだと分かりますかね。あと、まだポケットが出来上がってないのに使うなよって感じなんですけど、ここと対応する部分、親指の部分、そのウェブで取ろうとした時に揺れてというか、まだ出来上がってないんで、この親指のお腹の部分は自分が結構削れるところなんで、そこも一通りオイルを入れていきます。こんな感じで全体に入れるのではもうなくて、ガサついたところに入れるという感じで、こんな感じですかね。撮影の前に一通り 見直しておいたんで、それぐらい塗っておこうかなということで今回やってるんで、これぐらいにしておきますけど、あとは、キャッチボールとか片付け中にキャッチボールとかして使った時は、自分の中でこういった紐、これはほどいてますけど、こういったところの紐をチェックして緩みがないか、取った時に補給の衝撃で緩んで、でそこをまた自分でこうやって縛り直す、締め直すというかですね、そういうすることでグラブのフィット感というか、革と芯との馴染みができてくるかなと思ってるんで、自分はそういうとこをチェックするようにしてます。これはまだ比較的新しいので、こういった紐とかそういったところは切れそうなところはないんですけど、そういうのがある場合もワックス、切れそうになってからちょっと遅いかもしれないですけど、常に紐には注意して、見ておいてワックスなり捕獲をするようにしてます。こんな感じで、出来上がったので、置いておいて、その後ちょっとしたらうまきブラシでブラッシングするような感じでやってますが、皆さんはどんな感じでしょうか。